はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リボルバーです。さあ本日なんですが、皆さんはマジックシリンダーという史上最強のトラップカードをご存知でしょうか。相手のモンスターの攻撃宣言時、攻撃モンスターに対象にその攻撃を無効にし、その攻撃力分のダメージを相手のライフに与える。つえー、なんて強いんだ、なんていう最強カードなんだ。このカードをね、今回は全力で活躍させていく、活躍というか救済していくデッキとなっております。新パックでですね、このねリローデッドシリンダーっていう最強のカードがね実装されましてですね、これどういう効果になってるかっていうとですね、自分のデッキ墓地からマジックシリンダー1枚を選んで自分のフィールドにセットするっていうね、なんかすげえやべえ効果してるんですよね。でデッキからセットしたら、そのセットしたカードはアイザーでも発動できると。でさらに墓地のこのカードを除外するとマジックシリンダーで与えるダメージ倍になるって書いてあるんですよ。最強すぎん。まあ分かりやすく言うと、相手が4000で殴ってきました、リローズシリンダー効果とマジックシリンダー効果発動すると勝てるっていう、まあそういうね、効果になっております。はい。でですね、このリローデッドシリンダーを活躍させるにあたりまして、まあ難点があるのは皆さんお気づきだと思うんですけども、あのリローデッドシリンダーで、セットしてきたマジックシリンダーはセットしたターンでも発動できますが、セットしたらどう考えても相手殴んないんですよ。当たり前ですよね。あのマジックシリンダー見えてて殴ってくるやついないんで、除去してから殴ってくるじゃないですか普通は。なので介護が必要になってきました、このカードね。どういう介護が必要になるかっていうと、もう絶対に相手が殴らざるを得ない状況にしなければならないんですよ。はい。ということで今回採用してあるカードがこちら、流星の極み。まあ、一応攻撃を強制できるカードであれば何でもいいんですけども、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、攻撃可能な相手モンスターは攻撃しなければならないと、いうふうに書いております。なのでバトルフェーズに入った瞬間にこのカードを開けまして、相手に攻撃を強制し、リローデッドシリンダーを発動し、絶対にマジックシリンダーを決めるというね、こういうね、コンボになっております。はい。まあ、今回のデッキのギミックは以上です。わかりやすいですね。はい。あとはもうなんか本当に攻撃反応でなんかダメージを反射するカードをめちゃくちゃ入れてまして、例えばまあディメンションモールであるとか、それからまあ強炎のバリア、ファイヤーフォースであるとか、まあ破壊林とか、まあ停戦協定、それからまあ仕込み爆弾みたいなカードがいっぱい入ってまして、このカードたちを使ってまあバーンダメージを稼いで、まあ最後マジックシリンダーでフィニッシュするっていう、まあそういう感じですね。でセットカードを非常に多用しますんで、やっぱりですね、まあ、エースモンスターであるこの天国の王様は欠かせませんね。まあ、ワナビートのもう神、ワナビート界の神、こいつは本当にもう王だ。名前にまあそぐわない活躍をしてくれます。本当に本当に強い。まあ、だからこのカードを、まあ、引いていきたいがために、まあゴードンとか、それからまあ剛剣が入っている。まあ展開しないんで自分は。あと、バンダメージを加速できるようにですね、まあラバーゴーレムとか、それからまあダメージ反射できるように、まあマハーマであるとか、まあこれもまあマジックシナみたいなもんだとか、それからまあ三大四とか、こいつはですね、あの打点4000なんですけども、こいつをぶん殴っていける、こいつぶん殴っていけるんですよ、相手のモンスターを。でこれ何が強いかっていうと、まあスキルドレインで今回は相手のその効果モンスターを制圧していこうと思ってるんですけども、スキルドレイン下で三大四出すとマジで4000の最強アタッカーになるんですよね。すげえ強いんで、だからまあ三積みです。はい。まあ、これはまあ一応そのバンダメージで削りきれないライフを取っていくっていう、まあ一応プランですね。はい。まあ、2000バーンもありますし、というわけで早速ですね、この最強カードをね活躍させる神デュエルをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、通称ブルーレット置くだけデッキ、ご紹介していきたいなというふうに思っております。あ、反応強い。これ反応強いですね。反応強いとか言いながら、これ天国の王を相手に見せつけてカード置くだけなんですけどね、このデッキ。これやっぱり、ね、天国の王とかいうモンスター最強すぎて、セットカードを除去されないっていうこの効果、これマジで強いんで、天国の王をほんと10倍ぐらい積みてえなって思ってるんですけど、デッキの中に天国の王があるとね、ほんとリローデッドシリンダーとこの流星、流星の九死、邪魔してた、流星の極みが決まりやすいんで、ゴードン、はい、どうぞ、まあ、いくらでもドローしてください。ああ僕はまあ本当リローデッドシリンダーに人格にしてるだけなんで、もうあとは相手のターンマジでやることないんだよな。まあサンダーバードはな、サンダーバードが捨てられたらセットカードを割るという効果を持っているが、
天国の王の効果でセットカード割れない。まあいいだろう、サンダーバードはいいだろう。レベル8ビートで、これなんか、レベル82体並んでさ、あの、ヌメロンドラゴンかなんかでぶん殴ってきてくんねえかな。ヌメロンドラゴンでぶん殴ってきたら一瞬で殺せるんだけど。白エクか。なるほど。白エクはいいだろう。白エクは、リリースするとなんか、あー、それは強いね。それは強いわ。で、クレッシア逃げんのか。でもそれは割れない。これ割れないから大丈夫。関係ない。で、白エク効果逃げる。これドリスも出せるんですもんね。フルルドリスも、フルルドリスじゃねえや、フルルドサージュか、フルルドサージュも出せて、しかも白エクの効果でなんかあやめの双剣士かなんかが出てくるのかな。エッチな召喚ムービーが、おーおーおー、来た来た来た、またエッチな召喚ムービーを見せてくる。でフルルドサージュが出てくる。レベル8めっちゃ並んだ。さすが、まあさすがの展開力ですね。まあ、ただし私メタ買いすぎて、あなたの盤面に干渉しませんけどね、一切。攻撃、バトルフェーズ入ってくんないと本当やることないっていう、一切。これ一番やべえのはあれだな、ディンギルスだな。シー・オルフェゴール・ディンギルス・レンダみたいな。それが一番やばいですね。それが一番やばい。サンダーバード、めちゃくちゃ出てきた。いや、まあまあまあ、まだ我慢しますよ。リローデッド・シリンダーは絶対にね、破壊させるわけいけませんからね。3分の1をなんか、なんとかして。うわ、出た、ディンギルス来た。真ん中だったらいい。ちょ、本当にやめて。ちょ、右側と左側やめてください。お願いします。マジで頼む、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 真ん中だけ、真ん中だったらいい。あー、オッケー、危ない。危ねえ、危ねえ。オッケー、いいぞ。それはいい。ディンギルス1体で、レクシーズ、なるほど。あ、ペインゲーナ、オッケー。あー、セブンシーンズか。いい。それはいい。セブンシーンズもいい。そんなに関係ない。逆にセブンシーンズは4000でぶん殴ったらリローデッドシリンダーでワンキルできる。セブンシーンズ来た。オッケー。セブンシーンズからのアーゼウスする気だな。いいだろう。よろしい。ただアーゼウスするんだったら絶対エクシーズモンスターで殴んないといけないから、メインフェーズ終了前いいよ。バトルフェーズ、オッケー。バトルフェーズ開始。流星の極みの効果発動。このターンお前はバトルしなければならない。そしてリローデッドシリンダーの効果発動。リローデッドシリンダーの効果によりデッキからマジックシリンダーをセットし、このカードはセットしたターンでも発動することができる。そして流星の極みの効果によりお前は攻撃可能なモンスターは攻撃しなければならない。さあぶん殴ってこいよ、殴ってこいよ。さあ俺を殴れ。2800いいだろう。2800打点はぶん殴られていいだろう。2800打点ぶん殴っていって、よくもやってくれたな。妖竜マハーマの効果とダメージを受けた場合自身を特殊召喚し、受けた分のダメージをお前に返す。くらえ。サージで攻撃だと、攻撃といったら底知れる絶望の口沈め、マジックシリンダー発動。マジックシリンダーの効果にチェンシー、墓地で存在するリローデッドシリンダーの効果。このカードをゲームから出まし、マジックシリンダーのダメージは倍となる。さあ残機の用意はできているか。うわーブン。神ゲー起きてる、神ゲー起きてる。トラップカードだらけはきついな。真っ赤っかやんけ。これトラップのみデッキでしたっけこのデッキ。まあセットすることしかやることないんですけどね、本当に。まあこれで、ライトニングストームと言われたらサレンダーで、ヤブヘビとかね、入れといたら一応ライトニングストームとかもケアできるっちゃできますけど、まあ、そんなカード入れても勝てるわけじゃないしな。やっぱりね、バーンダメージで勝ちたいと思った時にはね、やっぱりね、ある程度バーンダメージで固めてライトニングストームハーピの羽毛器は、まあ、天国の王で、まあ、ケアしていくしかないかなと思うんだけども、ゴードンは打たれる。さあこれでライトニングストーム引かれて俺は負けるビアが見えた。やめてくれ頼む、バックを破壊しないでくれ頼む、バックを破壊しないでくれ。女紹介してくれ。郵送権限、何郵送権限の効果によって、まあ、双剣か、まあ、双剣は言うてさ、バック触ってくのバロネスくらいじゃね。バロネスきついが、バロネスは一応破壊輪で踏みに行けばいいのか。バロネスの無効効果使わせて、で、なんかあれだな。頑張るしかねえな。で、まあ、自由に動いてください。
あの無効効果ないんで自由に動いてどうぞ。バロネスが出てきそうになった時に破壊するでもいいのか、一応でも。まあそんな関係ないな。バロネス出てきて破壊輪で無効にすればいいわ。あの無効効果使わせればいいわ。さあ関所、関所爆破で圧倒的最強ムーブされていく。関所、爆破1枚ドロー1枚サーチ、まあ、この辺はもういや本当にもうご自由にどうぞ。あ、特にやることないです。相手の展開全部見てなきゃいけないっての結構きついね、このデッキで。龍炎が出てきた。で、トークンが出てくる。まあ、バロネス。バロネス。もうバロネスもいいや。もうバロネス使わせよう。チェーンデッキから一応、リローデッドシリンダーだけは。リローデッドシリンダー、ディメンションウォールとディメンションウォールは別に破壊されてもいいから、最悪。流星の九死、まあ、バトルフェーズ入るわけだけども。流星の九死は破壊されるときついが、きつくもねえか別に。で、バロネス出てきたー、バロネス出てきたーで、無効効果だけ使わせるしかないので、破壊輪は絶対打たないですね。で、1200バーも食らうと。はい。いいでしょう。で、まあ、破壊輪打つ。で、破壊輪打って、バロネス使って、これあれだったな。別に、チェーンすればよかったね。もうワンチャン破壊輪、ちょ下手さったこれ。バロネスで破壊輪破壊してくるかもしれないんだから、これチェーンすればよかったな別に。はい、戦略番で痛いですね。はい、痛いですけど、まあ食らいましょう。あとは4分の2だったらいいですね、これね。流星の九死は嫌ですけども、リローデッドシリンダーもダメ。4分の2、真ん中2枚だったらいいよ。真ん中2枚だったらいい。真ん中2枚だったらいい。あー、オーケー。そっちはまあいいわ。これちょっと下手くそでしたけど、なんか決まりそうじゃないですか、これ。これなんか決まりそうじゃね。ディメンションボールも生きてるし、ディメンションボールで一回ば、2800受けさせるだろ。うわ、インスタント優勝やば。クソやべえカード入ってる。あー、照英かなんかも出せるのか、これ。チューナーかなんか出せるやつ、これ。あー、アンシャラブラス。あ、チューナーね。なるほど。でここでシンクロか。レベル10。照英かなんか出てくるのかな。まあでもそんなに関係ないか、照英も。照英もそんなに関係ない。今無効効果ないもんな。今無効効果はない。無効効果がない。つまりトラップカードは全部踏んでくれる。で、バトルフェーズ入ってくれるかどうかとは。バトルフェーズ入っ、もう入るよな、多分これ。入んねえかな。ディメンションウォール見えたら入んない。あ、入るわ。じゃあ流星の極みで。流星の極みの効果発動。そして、リローデッドシリンダーの効果。リローデッドシリンダーの効果により俺はデッキよりマジックシリンダーをセットさせてもらうぜ。そしてお前はこのバトルフィールド中、攻撃可能なモンスターは必ず俺様を攻撃しなければならない。さあ、ぶん殴ってくれ。ディメンションボールの方がそう、ディメンションボールの効果により2800のバンダメージを食らえ。ドゥッシャー、マジックシリンダー発動。その効果に遅延し、墓地で存在するリローデッドシリンダーの効果、そこ知れる絶望の風中に沈む。うおー、6000バークソ最強じゃん、このデッキ。ティア1か、やっぱね、天国の王が来てくんないと。あ、来たわ。よし、神ゲ。天国の王が来てくんないと、ほんとお話にならない。やっぱこの環境下、ライトニングストーム、ハーピー、ハネボーキーなどなど、あ、バロネスなどなど、なんかやべ、めちゃくちゃいっぱいいるので、結局ですね、あれですね、やっぱ破壊から守るカードが必要ですね。はい。ゴードン、カズオ。で、めちゃくちゃ除外して2枚ドローしていく。あ、いいよ、いいよ、いいんじゃないか、なかなか。なかなかいいぞ。で、相手にカードを見せつけて、よし。よし。よし、まあ、悪くない。ちょっと若干弱いか。リローデッドシリンダーでよかったな、今の。多分、持ってくんの。まあ、いいや。さあ、天国の王さんの効果で、セットカードは破壊されることはない。残念だって、合憲。ほう。くしくも同じ構えだな、少年。ゴードン。なるほど。なんか同じようなデッキだな。まあ、でもなんか、エクスパラディ入ってっから、あれだな、凶暴化の仮面とかいうやばいカード入ってるな。なんだ、このデッキは。さあ、カード2枚出ろ。やべえな。めちゃくちゃ手札増えてんな。
バウンスはやばい。バウンスは耐性ないわ。わあ、めっけーなー。お前絶対リンクスミンだろ。こいつ絶対リンクスミンだって。お前装備しすぎだって。おかしいって。いやこれ天国の出しとくべきだったか。出しといても同じだった。3500はクソ強いじゃんこのデッキ。局所ってもしかして強いのか。